高橋義春6月6日昭和61年7月16日は日本の実業家。全国朝日放送取締役、イアイグループ代表取締役会長、日本教育テレビ取締役、慈悲案、窓か保育園各理事等を務めた。戦後の物不足の時代に輸入物資を売りさばいて、財を築いた。いくつかの事業を手掛けた後に、 日本教育テレビの設立に関わり、取締役にも就任した。電通顧問の高橋春之、イアイグループ代表、高橋春則の父、長崎県、高橋伊之助の長男。高橋家は、江戸時代、平戸松浦藩の藩士だった。法政大学経済学科卒業。昭和16年と満州産業秘書課に入り、鉄鋼原料統制会勤務を経て、 昭和21年東洋物産常務となる。昭和27年、SKB 鉄砲販売常務に転じ昭和32年日本、教育テレビ創立事務所に入社、総務局次長兼管理部長の後、昭和35年8月に技術局次長に就任。その後日本教育テレビ取締役、全国朝日放送取締役、高級リゾート、ベルハンドクラブ社長を務める。 1977年3月、イアイグループ社長。後同社会長。1986年、東京にて死去。趣味は、旅行、写真、ゴルフ。宗教は全集。住所は、東京都品川区、小山。長崎県平戸市在籍。ABCD、朝日新聞1986年7月18日。 東京長官23ページ ABC、新設バブル46ページ、ABCDEFGHIJKLMNOPQR、第21番人事更新百二2 6, 6新設バブル44から45ページ、新設バブル45ページ AB 高橋、あさこさん死去、高橋春行電通顧問の母、ABCD リゾート王、高橋春塗氏の死、 未完のバブル再検証、ありがとうございます。